私は博士課程を卒業し、研究と教育を行っています。大学生の頃から塾講師や家庭教師を続けています。高い専門知識を持ちながらも、話すことが好きで、誰とでもすぐ仲良くなれます。私は現役の研究者として、最先端の科学に毎日触れています。勉強は受験で終わりではなく、学んだ先をイメージすることが大切ですが、私は常に学んだ先の話を絡めながら指導することができます。勉強法に関して、理系科目では、どうしても覚えてなければ解けない問題が多いです。そこで私は、毎日隙間時間に、ノートに記録した用語を触って、唱えて、常に脳にインプットし続ける方法をお勧めしています。加えて、その用語と関連のある問題をリンクさせ、辞書引きのように使いながら、自力で解けるようになるまで何度も練習します。これで、いかなる単元でもパッと問題が解けるようになります。この方法が効果的な理由は2つあります。まず、5分ほどの隙間時間を使うだけなので、労力が少なく始めやすい点です。ノート自体は授業中にまとめるので、実際に自分で勉強する時間はかなり少なく済みます。次に、毎日触って唱えている間に長期記憶になる点です。一度長期記憶となれば忘れづらくなるため、新しい単元の勉強でも集中して行うことができます。何よりも大切なことは、生徒本人がこの先生となら勉強を続けてやっていけそうと思うことです。それを知るには体験授業をすることが確実ですので、少しでも気になったら、ぜひ体験してみてください。